多門院は、広島県広島市南区にある寺院、七三三六の登山道入り口に位置する。境内に、より家一族の墓所などの史跡、被爆建物である首脳があることで知られる。この寺は、自称年間、高倉天皇の直眼により、院渡しに建立されたのに始まると伝えられる。その後、毛利氏の帰還を得て天文年間に、吉田に移され、さらに、 広島追起に伴い1590年には、三滝山麓に移転した。福島正則によりこの寺が、現在地に移されたのは1604年である。1934年には、第三葉没五百0 0年を記念し、境内に、より家一族の墓地がある関係から、寺の敷地に隣接して、三洋を検証する三洋門徳殿が建立された。第二次世界大戦中、 多門院は、前歳時の県庁の6番目の緊急避難先に指定されており、門徳殿には、広島市の戸籍選挙下が置かれ、市役所から戸籍簿が移転されていた。1945年8月6日の原爆被災に、際しては、爆心地から 1.7km の距離にあって、本堂、栗、首脳などは、大破しながらも焼け残り、同日17時頃には、 県防空本部が本堂に置かれ、20時以降には出張先から戻った高野原新知事のもとで内務省への報告、救護班の出動命令が出されるなど被爆直後の臨時の県庁として機能した。翌7日朝に県庁が東警察署に移転した後の多摩人は臨時救護所に充てられ、市中心部から東へ鶴見橋を渡って避難してきた多数の被爆者の治療が行われた。 門徳殿に保存されていた戸籍原簿は消失を免れたが、ガラスの破片で負傷した職員1名が死亡した。細区町の土地区画整理に伴い、1953年に広島郵便局原爆殉職者の被害院内に混流され、原子爆弾により亡くなった288人の職員や動員学徒の名前が刻まれている。 境内の被爆建物として現存しているのは、寮と天井板が破損したまま保存されている主楼で、被爆4年後駐造された金には、ノーモア広島エスと刻まれている。また、現在でも朝夕6時と8時15分に金が、疲れている。毎年10月20日には、お人形供養会が行われる。ありがとうございます。